吉田友派遣動画チャンネルの吉田友です。今日も東京ビッグサイトにやってきました。展覧会の会場です。今日はこの通信関係の会社のところの展示会がおりまして、その中の一社、この昭和産業さんという会社なんですけど、プリント基板の試作広場というふうに書いてあります。この会社というのはですね、こうしたプリント基板を作られる会社だということなんですが、まあ、こうした会社というのはたくさんあるのかもしれません。で、聞くところによりますと、小ロットの部分を作る会社と大ロットの会社を作る会社、これは全く別の業態であるそうであります。で、昭和産業さんの場合は小ロットを作るということで、非常に面白いものがここにありました。この基板の製造納期一覧表と書いてありますが、この注文されたものが標準的に言えば何日でできますよ、それよりもこの納期に応じた価格は当然値上げ価格が上がるんでしょうけども、上がった場合はこういう日にちでできますよと、もっと急げば最短でいけばこういう日数で出来上がりますというふうな説明がしてありまして、非常にこの分かりやすい表示がしてありました。この隣のコーナーに行ったところはこうしたものがなかったんですけど、こうした何て言いますかね、最終的な製品を作る会社に対して素材、中間的な素材を材料を提供する会社だというふうに理解しましたが、この説明というのは非常に面白いなというふうに考えてあげます。種類がいろいろありまして、この層で作られてますから、当然階層が多くなってくると日数がかかるわけでありますが、そうしたものがこのわずか最短であれば2日で1日できる、あるいは2日できるというようなものがたくさん説明されてまして、お客さんをそれぞれ案内しようというふうに作られているわけであります。会社が三重県の松阪というところにありまして、私の方が坂ましてからと松阪と言いますと、松阪牛、大変おいしな牛肉の松阪牛が出しているところというふうなふうに思ってましたが、こうした工業関係のメーカーがある、非常に精密な分野のことを担っている会社があるということを知った次第であります。昭和産業さん、松の和という漢字を書く会社でありました。